ごめん、俺本当は小学校の時囲碁将棋クラブだったんだ。ごめん、ごめん。スクールカースト再開。こんばんは、劇団スカッシュです。今日も深夜食堂をみんなでやっていこうと思います。今日のゲストはこちらのお二人。祭りの番長、ソンタクドンタクです。キャミソール、発明家キャシー松本です。今日こちらのお二人とカメラマンのカメラマンのつかもとくんです。丸ごといったメンバーでお送りしたいと思います、はい、よろしくお願いします。あ、なんとちょっとその前にあの一つ言ってもいいですか。囲碁将棋クラブでした。はい、僕囲碁将棋クラブ、はい、あのスクールカーストの、 あの下だとは思ってないんで、それだけは本当に違います。めっちゃかっこいいです、はいはい、あのなんか出てきちゃっただけなんで、何かを 言わなきゃいけないんですか。そうあそこのコーナーむしろリスペクトしてるタイプでしょ。本当に将棋強い人とか囲碁はちょっと俺分かんないんですけど、あの大好きです。以上です。ということでですね、今日はですね、うすうす感づいてる方もいらっしゃるかと思いますが、今日こちらの方、リュウジさんのレシピの方をお借りいたしまして、女子受けマックスオーバーヒートアボカドスパム丼を作りたいと思います。それでは、今日もやっていきましょう。乾燥する季節をスプレー巻いていこう。深夜食堂の時間が来たよ。深夜食堂アダルティー。今日はスパムの方を使いますんで、スパムの方から早速パンパンパンと切っていきましょう。これどうしてポンと出せる出る。俺やってみようか。はい、お願いします。おっ、あっ、怖い怖い怖い。おー、すげー、こいつの振り力、さあ、すごすぎ。こちらを半分ぐらいでよろしいでしょう。お二人分の分量となっております。太ももですね、なんか。そうですかね。食べやすいぐらいの大きさに切っていきます。美味しそうじゃんね。スパムってやっぱ美味しそうだよね、基本的に。さあ、綺麗に切れました。はい、そしたら焼くの。焼きます。フライパンにオリーブオイルを。ちょっと多めにしてよ、オリーブオイル。え、うん、じゃあ、はい。もう何この見方、この左手何吉川晃司だって。どうさ、さんなんもない人生さ。うっせぇな、うっせぇな。スパム焼いていきましょう。美味しそう。スパムが焼かれてます。どうさ、さんなんもない人生。吉川晃司さんも見てくれてますだろ。ニンニクはどんぐらい入れるの。ニンニク半かけぐらい。ニンニクを半かけ加えます。醤油大さじ2、塩も大さじ2、みりんも大さじ2、酒も大さじ2。めっちゃいい匂いするやん。スパムをさ、うん、ちょっと甘辛くするって、うん、やったことないよ。そうでしょ。甘辛そう。いくよ。はい、超うまそう今。砂糖。いや、いい感じだね、いい感じだね、いい感じだね。アボカドも作りましょう。おー、きれい。ふるっとやった。で、そのカットやって気をつけてて。危なかった。今マジでアボカドは焼かないよね。アボカドは焼かない。よかった、よかった。焼きアボカドがあんまり好きじゃない。森のバト、まあんまり。おおん、アボカドをスライスしていきます。食べ応えあるぐらいの感じがいいんじゃないかな。歯応えがね。食べ応え、歯応えが、食べ応え、はっはっは。これお母さんはかなり嬉しいんじゃない。お母さんはかなり嬉しい。これで美味しかったら、うん、女子受け間違いなしだっ って言ってたよ。 100% モテるであろうリュウジさんが言ってんだから間違いないでしょ。おこう持って、今日は2丼分なんですね。そうですね。盛り付けていきます。こうやって盛ろうか。これ5いっちゃうんだ。どういうこと。うん、さあ卵を贅沢にも卵黄だけ使わさせていただきます。で、マヨネーズ、マヨネーズ、胡椒を、胡椒振りかけて。なんだなんだなんだ、君の手で懐かしい。あら、卵白入れた。いいね、いいね、いいね。ちょっと強いんじゃない。
何をやろうとしてんだい。このソースが絶対美味しいから、ソースを絡めたスクランブルエッグ、旨味をすくってんだ今。あ、美味しそうじゃん。そっちの副菜、副菜。おさあ、そうこうしてる間に女子出来上がりました。女子受けマックス、オーバーヒート、アボカドスパム丼の完成でーす。じゃあ、まそいただきまーす。それによってカメラマンをやっていただいていた塚本くんの方に、ね、食べていただきましょう。どっち食べる？塚本くん。一応こっちがリュウジレシピの卵黄タイプ、こっちがたまたまあった温玉を使ってやったやつ。じゃあそっち二人これでいいよ。あ、いいの？俺たちこれでいいよ。あ、じゃあそうしよう。いただきます。飛び上がる。あ、俺スパム飲み込んだ。スパム感じない？感じない。アボカドの油っぽいとこ、油っぽいっていうか、アボカド感きたなと思ったら、うん、それにスパムがもわーって混ざって、うん、クリーム口の中で。醤油とかの味はした？するする。美味しい。食べますね。お願いします。それにはもうすごい。これはめっちゃうまい。でスパムない。そうでしょ。それは本当に。やだ、最初の一発目、アボカドってさ、舌でさ、ベロでさ、ニュンとで潰れないじゃん。それと全く同じになってんの、スパムが。スパムの味とアボカド、うん、そしてマヨネーズ、全部が混ざり合って本当に美味しい。いや、これはね、ちょっとちゃんとね、あの卵をこれ混ぜていってほしい。ブイ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 、わーブイヤーブイヤー。いやいただきます。僕だけだっけっていう気持ちになる。あ、すごい。うまいんだやっぱり。まずそこ聞きたいの。で、俺スパムってね、味はそんなに好きじゃない。俺も。あ、言ってる。こんなに美味しいスパム食べたことない。スパムとアボカドとマヨネーズの三味一体の中。超いいバランスで食ったな今。思ってるよりスパムってやらけんだなと思う。あー、すげえうまい。その食感とかとしては卵かけご飯とかに近い感じ。あー、すごい。あの副菜の方いただきたいと思います。ん？あれ卵じゃなくなったんだけど。何あったの？魚だ。めっちゃ簡単でめっちゃうまい。これ手間暇とのコスパで言ったらものすごい高い。 M's ポイントいただきましょう。はい、あ、 Today's M's ポイント100点。やったぜ。方は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メインチャンネルの方でもあのすっごい面白い動画をやってます。信じられない生放送とかですとか、隙間男ですとか、そういったあの動画を面白いのやってますので、そちらの方もよかったら見てみてください。それではまたね。何してるの？